光徳天皇。光徳天皇の弟で天智天皇、天武天皇の叔父。643年、蘇我のイルカが、上部王家を滅ぼした際に、事件の首謀者6人のうちの、一人として、記されている。645年、一子の変化を起き、蘇我本宗家が、中野上の巫女らに、滅ぼされると、光徳天皇から、大きみを譲り受け、中野上の王子の、傀儡として、大きみに即位。都を名庭に移した。だが、653年に、中野上の巫女が、許可を得ずに、飛鳥に帰還、姉で、常見親の巫女との、光徳前天皇と、姪で、皇后の、橋人の姫巫女も、同行したため、名庭に取り残され、失意の中、645年に、崩御した、と、考えられてきたが、光徳天皇の没後、上訴して、再び大きみとなった、斉明天皇、及び、中野上の巫女の、外交方針と、光徳天皇の、外交方針が、大きく異なることから、光徳は、中野上野の、傀儡でなく、独自に、政権を運営したとする説が、提唱されている。この説の場合、光徳政権成立の、契機である、一子の変の、首謀者も、光徳天皇であると、考えられる。もっと詳しい解説は、コメント欄から。長くて短くて。